日本協会の西野明技術委員長、62日16日、日本代表の欧州遠征2戦を高く評価した。この日、浦和勢を除く国内組と一緒に帰国し、いいテストマッチができた。選手にはいい刺激になったはず。12月の東アジアの大会で国内組を試し、来年3月には欧州組を含むベストメンバーが組めると思う。ハリルホジッチ監督は欧州で休養中だが、増委員長は、監督は25日の浦和戦。アクル決勝は見たいと言っていたので、その前には再来日する、と話した。